身につけてるときは割とねポットの感覚って言えばいいんですかね。はい、電波チャンネルの電波と申します。今日はねセットアップのレビューというかね紹介なのかなになります。Eリーフのアイスティックアムニスっていうモッドと、あとは YDDZ っていうところの T1 っていう RTA になります。これね最近気に入ってよく使ってるんですけど、こっちがセミメカのモッドですね。でこっちが 16mm の RTA になります。で、ね、まあまずはちょっとモッドの方から見ていきますか。これ内蔵バッテリーの、モッドになります。でここのね外径がね 18mm ですね。なんで、自然と、まあ、基本的には小さいアトマイザーを乗っけるよっていう風な形のモッドですね。なんだろうね、GS アトマイザーみたいなのありましたよね、Eリーフで。なんか、16mm だか 14mm だかみたいな。あと、ジャストフォグの914とか916とか、多分、あの時代の製品だとは思うんですけど、まあ、18mm、17mm、16mm みたいな、そこら辺の、RTA を乗っけましょうみたいな。なんかそんな、まあ、RDA とはあるんですかね、最近ね。まあそんな感じのやつですね。容量はね、900mAh で、内蔵のバッテリーですね。大きさのイメージで言うとね、18650とほぼ変わらないというか、まあ高さちょっと高くて、まあ幅もちょっと高いけど、まあ基本的にはね、18650握ってるのと差して変わんないですね。ここまで細いとね、なんかね、棒っていう認識になりますよね。棒っていう認識になるんで、こういう細長いアトマイザーをつけたときに、なんだろうね、イメージとしてはね、ポットなんですよね。よいしょ。これね、エクスタルってポットなんですけど、なんでこういうね、スティック型のポットと、なんだろうね、持ってる感じは似通ってるというか、なんかそういう感じのサイズ感にはなってますね。で、まあ、私ね、このモッドにね、乗っけられるアトマイザーをね、あとね、これとね、もう一個しか持ってないんですよね。これがね、オーグベイプだったかな？マーリンナノっていう、18mm の RTA なんですけど、18mm を乗っけると、ツラになるかと思いきや、ここがね、R かかってるんで、ちょっとね、ここはね、崖っぷちになってるというか、こっち側もね、そこそこね、隙があるの感じがするので、あとね、そもそもね、これね、510の精度が、510の、なんだろうね、この平面度って言わないですかね、ここがね、平たくできてるところの精度がちょっといまいちなので、大体のアトマイザーが浮くっていうね、なかなかの、あれがあるんですけど、まあ、これね、YDDZ の T1 ね、T1 乗っけても、ちょっとね、隙間はあります、こんな感じで。ちょっと隙間あるんですけど、まあ基本的にね、使ってる時にはあんまり気にならないっていう風な、まあ結局、こうやって持ってこうやって使うんで、こうやって見ることって基本的にないんですよね、実生活で。こうやって見るとき、基本的になって、こっち視点から見る形になるので、まあここの隙間はあんまり気にならないっていう風なところはあります。表面がね、ちょっとね、ラバーコートみたいな、ちょっとね、サラサラしたラバー質みたいな感じになってるんで、持ち心地もね、そこそこいいですね。で、多分ね、そんな高くないんですよ。多分3000円は絶対しないぐらいかなっていう値段帯なんで、まあ、こうやってマスプロ組み合わせ使うのもいいし、まあ、例えばね、16mm だとドバーとかあるじゃないですか。とか、17mm だとフェブとか、あそこら辺乗っけても、調子いいのかなっていう感じはしますね。で、じゃあ、アトマイザーの方見ていきますか。アトマイザー、この YDDZ っていうブランドの T1 っていう風なアトマイザーになります。これ 16mm の RTA ですね。まあ、そんなにね、なんか特徴的な RTA かと言われるとそうでもないんですけど、まあ、ここのエアフローは、下のリングで決めれるよって、ここはね、ガラスです。すりガラスみたいになって、で、なんかドリッチとね、雰囲気が、ドリッチもね、クリアで、樹脂の、表面すりガラスみたいになってる感じなんで、まあ、個人的にはね、ここのね、色が似通ってるっていうのはすごくオシャレだなっていう風に感じますね。で、基本的にはトップフィルでリキッドを入れてくださいって感じになってます。でね、これね、まあ、これね、私ね、確かに、ね、楽天スーパーセールで1500円くらいで買ったんですけど、定価もだいたい3000円から4000円くらいの間なんですよね。まあ、いわゆるマスプロの価格帯なんで、まあ、仕方ないじゃ仕方ないんですけど、ここね、強く締めすぎるとね、こっから外れるので、
これはね、ちょっと注意した方がいいと思います。ここであんまり、ここ持って締めすぎると、今度はね、こっちがね、閉まん、開かなくなっちゃうんで、で、ここ開けらんないと、基本的にこれも、フィリングができないので、基本的にはトップフィルみたいな形状になってるので、まあ、ボトムフィルもできないことはないですけどね。まあ、ちょっとこうね、ここはね、締めすぎ注意ですね。で、中開けていくと、こんな感じのデッキになってます。まあ、この片側に2個あるホール式で、まあ、かなりね、穴は小さいので、まあ、基本的には28ゲージかなっていう風な、デッキになってますね。で、まあ、こんな感じにコイルつけて、で、ここにコットン垂らして、ここから供給っていう風な感じですね。でね、これはなんだっていう感じなんですけどね、これね、一応ね、ボトムサイズ、まあ、一応今ボトムヤフローなんですけど、こっちでね、このここに、ね、穴開いてるパーツがあるんですよ。ここにね、穴3つ開いてるエアフローパーツとか、あとはね、このボトムエアフローのところも、こうやって、これはサイドか。ボトムエアフローのところも、穴開いてるやつと、こんな感じで、平たい穴が開いてたりとか、あと、そもそも穴開いてないやつもあったりするので、サイドエアフローとか、ボトムエアフローだけにすることができます。私はね、デフォルトの2個穴に、ここの穴潰しのやつをつけてます。これ、オーリングで止まってるだけですね。で、一応ね、替えの、スペアガラスが、普通に透明のガラスなので、まあ、これを付け替えたりもできますね。まあ、普通に、まあ、スペアと言いつつ、バリエーションキーみたいなね。こんな感じはしますね。まあ、デッキの裏はこんな感じになってて、で、ここがね、オーリングで止まってるだけなんで、ちょっとグラグラするんですけど、まあ、普通に使ってて特に問題はない気はしますね。まあ、ちょっとグラグラしてるんで、まあ、壊れてるのかなとは思いつつ、バラしてみたら、オーリング1本で止まってるっていう、おー、なるほどね、みたいな、そんな感じはしましたね。よいしょ。特に気を照らってないドーム型っていう風な感じですね。容量はね、確かに2ミリ入ります。じゃあこんな感じでちょっとビルドしていきますか。今日のビルドは、カンタル A1 の28ゲージを、内径 2.5 で、5巻きかな。だいたいね、1.1 オームとか 1.2 オームぐらいになると思います。じゃあ、組んでいきます。まあ、こういうコイルを作って、ここに2つのところにぶっ刺すんですけど、このサイドのね、エアフローの場所がね、いるんで、組み付け軌跡がストレート取れてないんですよ。まあ、こうやって付けていくときに、このサイドエアフローのやつが、ちょっと邪魔になるんで、なんか足がすっげー長くできちゃって、なんか、そのまんま入れるとね、なんかね、ちょっとめんどくさいんで、まあそこは気をつけましょうというかね、足をちょっと短くしてやれば普通に組めるので、あんまりね、下げすぎるとこれね、今度漏れてくるので、個人的にはもうこのまんまっていう感じでいいかなと思います。ちょっと平行にしてやってそのまんまぐらいの。ね、特に下げもせず上げもせずって感じですね。で、コットンなんですけど、ちょい多めに入れた方がいいと思います。まあ、これからの季節、暑くなるっていうのもあるんですけど、そもそもね、これね、あんまりね、コットン少ないとね、多分、結構漏れる系のデッキなので、まあ、デッキの外周から、まあ、ちょっと離れたぐらいのところを切ってやって、もうね、特にすかずに、このまま入れちゃうぐらいで全然いいと思います。で、最終的な抵抗値は 1.13 オームですね。で、今日のリキッドは、カメラビフ CO の、ザ・アップル&アイスを使ってきます。最近これマジでハマって、3本追加購入しました。トップフィルは普通にここ開けて、まあ、そこそこ開いてるんで、先っちょが、あれですね、ユニコーンみたいな三角になってるやつでも、まあ特に問題はないです。まあ、開けたらね、これね、すぐ閉めるの重要なので、入れたらすぐ閉めると。これね、あんまり開けっぱにしてると、これビジャビジャにリキッドが落ちてきちゃうんで。はい、吸える状態まで持ってきました。とりあえず、あれですかね、穴はね、1個穴で吸っていこうと思います。まあ普通にバイパスなんで多分今 4.2V 出てるはずです。
ね、かなり重いですね、1個は。1個はかなり重くて、まあ結構ゴリラ寄りな、あの、肺活量の持ち主の方でないと、ちょっと息苦しいかなってなりますね。一応これ穴がね、2個こんにちはする仕様なんで、まあ1個目、2個目の穴をっていう風な感じで吸っていきます。なんかね、あの、私のやつなだけなんですかね。なんかね、あのね、1個目の穴と2個目の穴状態でするとね、なんかね、高周波みたいに、キーンみたいな音がするので、私ね、私それでは使ってないんですけど、まあ、全開というか、最大の穴2つですってきます。これもね、人によっては MTL みたいな。個人的には DL 寄りなんですけど、あの、重めの DL みたいな感じなんですけど、ね、まあ、そんぐらいの重さですね。でね、味はね、結構、さっぱりしてるというか、甘い味を出すのはね、正直苦手だと思います。それこそ今、あの、1.1 オームとかで、使ってるんで、まあ、このね、バッテリーの容量の兼ね合いもあって、だいたいね、1オームオーバーぐらいで使う、ぐらいが多分1日持つかなぐらいの。まあ、仕事に行った時に1日持つかなぐらいのね。そのぐらいのバッテリー容量になると思うんですけど、割とあっさりめなんだけど、なんだろうね、味が飛んでるみたいな、雰囲気ではないんですよね。私ね、最近、こればっかり吸ってるんですけど、なんて言えばいいんだろう。これのね、リンゴのね、臭さみたいな、ちょっと青さみたいなところが、ちょっと前に、でその後に甘さが追従するみたいな位置関係になってるので、全く甘くないとか、ドギーの2K18 みたいに甘さを殺すとまではいかないんですけど、まあ、甘さは割と控えめになりがちなアトマイザーなのかなっていう風な感じはします。なんかドアマイリキッドでもなければ、味が潰れる方向は特にないので、割とオールラウンダーな、甘さ控えめという前提を持ってるんだけど、まあ、比較的、守備範囲は広いかなっていう風な感じですね。逆に言うと、特に突出させるみたいな、そういうところは特にないので、なんか、なんて言えばいいんでしょうね。非常に安定した味というか、どんなリキッド入れても、まあ、そこそこうまいよね、みたいな。いい意味でも悪い意味でも特徴はないなっていう風な感じはしますね。でね、まあ、値段が値段なんで、いろいろ欠陥はあるんですよ。そこそこリキッド漏れやすいですね。温度変化にそこそこ弱いので、だから私コットンちょっと多めに入れたんですけど、とか、あとは、これトップフィリーズするとどうしてもね、こっからね、滲んできちゃうっていう風な、場合もあったりするので、ちょっとね、そこのね、滲み関係にはちょっと弱いですね。で、あとね、ちょっとこれ注意なんですけど、デッキがここにあって、で、ここがね、かなり薄いんですよね。チャンバーがあって、で、この外周があるんですけど、ここ、そこの隙間がかなり、薄いんですよね。となるとね、ここね、すごい熱くなるんですよ。チェーンしてると。5分ぐらいチェーンしてると、普通に、めちゃめちゃ熱くなるので、ここはね、あんまり触んない方がいいと思います。そこはね、注意点ですね。ね、したってね、本格的な、RTA を、こういうね、ポットみたいなサイズ感で持てるっていうのはすごくいいですね。まあ、重さに関してはね、エクスタルで言えば、こっちの方が普通に重いんですけど、胸ポケットにペッて入れた時の重さの感じ方で言うと、まあ、明らかにそういうね、18の、こういうね、バッテリー別体のモッドとはね、明らかに、重さが違うので、なんかそういう意味では、どっちかっていうと、身につけてるときは、割とね、ポットの感覚って言えばいいんですかね。そんな感じになりますね。まあ、ちょっと言うの忘れてたんですよ。これね、普通にマイクロ USB なので、タイプ C とかじゃないんで、まあ、充電はね、なんか、そんなに早くはないですね。
で、私ね、内蔵バッテリーね、そんな好きじゃないんですよ。充電に時間がかかるんで、まあ、こういうさ、バッテリー別体のやつだったらさ、そのバッテリーこれ何本も持っといて、電池切れたら、ピッて入れ替えて、こっちは充電器に入れるみたいな、そういう生活をね、ずっとしてきたんですけど、これはさすがに、18350とかの、バッテリー別体みたいなモッドを作ろうとすると、絶対にこれより太くなるはずなんですよ。こんな感じでね。そもそも、ここの大きさ自体が、もう18650とか18と、そんなにサイズが変わんないので、これ絶対にバッテリー別体では作れない形なんですよ。なんかそういう意味で、絶対にバッテリー別体では作れないフォルムというところで、私は、だってあれば内蔵バッテリー許容できるなって思ったんですよね。こいつに関しては全然ありだと思います。発想の勝利というか、実現性、このフォルムとかサイズ感を実現するための手段としてバッテリー内蔵っていうのを許容してるっていう風な感覚ですね。ちょっとね、この小ささはね、ちょっとさすがにね、癖になるよね。で、はい、まとめると、モッドの方は、軽いし、まあ、バッテリー 900mAh あるんで、1オームぐらいのアトマイザーであれば、まあ、ワンタンク吸い切るぐらいの、バッテリー容量は、あるので、18350と容量大して変わんないので、そういう意味で言うと、本当に、仕事に持っていくとか、胸ポケットにちょこんと忍ばせていくには、すごい、めちゃめちゃいいサイズ感だと思います。で、っていうのと、あと、まあ、結構安いので、手を出しやすい値段ではあるのかなと思います。で、まあ、ちょっとね、いまいちなところで言うとね、これね、アトマイザー絶対浮くので、よく見るとね、アトマイザーがね、絶対空いてる箇所があるので、まあそこはもうなんか、まあさすがにね、3000円とか2000円ぐらいの、モッドにそこまで求めるのは、っていうところなのか、それとも、いやいや、それは絶対譲れんよっていうところなのかは、人によるんですけど、まあ情報としてね、ここはね、大体のアトマイザーはね、ここね、すきます。っていうのと、あとはまあ、バッテリー内蔵式なんで、ちょっと充電、バッテリーをシャコシャコって入れ替えて、そのまま使えるよってものではないので、そこは、注意した方がいいと思います。あとね、これ完全にバイパスなので、最初はうまいんだけど、このバッテリーがね、今緑なんですけど、まあ、黄色になって赤になるみたいな、そんな感じのやつなんで、黄色とか赤になってくると、まあ、普通に味落ちるよっていう風なところですね。で、アトマイザーの方は、まあ、甘さちょっと控えめなんだけど、全体的なバランスがいいので、普段使いでもすごく、なんだろうね、入れるリキッドを選ばない感はありますね。ドアマイ系のリキッドはさすがにダメなんですけど、それ以外のリキッドは、まあ、無難にこなしてくれるっていう風な感じのアトマイザーですね。で、まあ、ちょっと注意したいところは、ここの、ね、トップフィルの、リングが結構薄いので、あんまりギュウギュウに締めちゃうと、これガラスも一緒に取れちゃうんで、そこは注意した方がいいと思います。で、チェーンしてるとね、ここの、ガラスより下の部分がすごい熱くなるんで、そこは気をつけてください。で、まあ、セットアップとしてね、やっぱり、本格的な RBA を、こういう風なサイズ感で持てるっていうのは、まあ、他にはない個性かなっていう風に思ってるので、これね、ちょっとね、しばらく愛用していく感じになると思います。はい、以上になります。ありがとうございました。